フランスの大手小売業であるカルフールは中国の景気低迷に耐えかねて中国では平均3日ごとに1店舗を閉鎖しています河南省での店舗はすでにゼロとなっていますカルフールは16年前から関南に進出し16店舗を出店してきたがコロナ禍とゼロ化政策により11月15日に河南省の最後の店舗が閉店しました関連統計データによると 今年9月末まで、中国本土のカルフール店舗は、昨年より54店舗減少し、残り151店舗となりました。これまで、雲南省昆明市のカルフール店舗で、買い物券の不具合や棚が空になったというニュースがありました。そのため、同社は昆明市からも撤退するのではないかという憶測を呼びました。しかし、カルフールの昆明広報マネージャーのガオ・フェイ氏は、 売れ行きの悪い商品や売れ筋の多い商品の転換を含めサプライチェーンの調整を行いたいだけだと否定しましたカルフール以外にもウォルマートは昨年中国で30以上の店舗を閉店しました中国本土の大手スーパーマーケットチェーンである AK スーパーマーケットは数百店舗を相次いで閉店し時価総額の840億元が蒸発しました